DS BDS よーし、待ってて。今日だったね。彼女とデートどこ行きますか？映画館、遊園地、カラオケ、ランドワン。ね、だいぶこの4つしかないと思うんですよ。でもね、もう一つあるんですよ、実は。天体観測。天体観測ね、僕はね、行ったことないです、一度も。で、星とかも全く興味ないんでね。まあ、綺麗って、なんか上ね、見てね、星があるな、とは思うんですけど、天体観測、ね、わざわざ行こうとは思わないっすね。で、なんか今、ブームらしいっすけどね、天体観測。なんか、星を見ながら寝るっていうね。だったら本物のね、星を見ろってね、見に行けばいいじゃねえかって思うんですけども、それだったらね、家でね、天体観測見た方がいいのではないでしょうか。こんな商品があります。ペラーン、ホームスターライト。ホームスターライト、なんと満天の星が広がります。星数約1万個。プレネタリウムクリエイターの、太平さんが作ったそうです。で、これはざっと3000円ぐらいです。多分どこにでも売ってると思うんで。でも僕は一度も買ったことなかったんで買ってみました。いくぜ。獅子座はライオンみたいな星ですよね。いくぜ。はっ、おお、うん、うわ、ちっちゃ。で、これは、電池、単4電池4つで動きます。単4電池4つ。よし、できたぞ。じゃあつけてみましょう。いくぜ。おお、よくわかんねえな。電気消してみましょう。じゃあいきます。あー、星が見える、綺麗。あー、なるほどね。こんな感じか。うわー、星が見える、綺麗。すげー、思ったより綺麗というか、なんか見にくいというか、ちょっとわかんないな、星がどれだか、どの星か。ちょっとぼやけてるね。でもまあ、綺麗っちゃ綺麗だね。ちゃんと映せば多分もっと綺麗になるだろうけど、なんか見える。え、ちょっと待って、ちょっと待って、電気つけてみる。え、ちょっと待って、なんか見える。え、ちょっと待って。静かになった。見つけた。見つけた。 PDS 株式会社。ベインマックスじゃねえし。